外出と指輪と、僕の妻は感情がない。第2話を見ました。いやいやこれ、1話以上に甘すぎるやろ。晴れて夫婦になったタクマはミーナを公園へ連れピクニックへ出かけます。ミーナにとっては初めての外出で、タクマはドッキドキ。自分の機能を生かして、温泉卵を作ってくれるミーナに感動したりと。甘い甘いピクニックですが、天候が悪くなると状況が一変。調理用ロボットであるミーナは、屋外での使用には難があるようで、機能が大幅低下、帰りの歩行も困難に。翌日晴天になれば、ソーラーパネルを使って自力帰宅ができるので、タクマには自分を公園のあずま屋へ置いて、帰るように言うミーナ。悩むタクマはそれを聞き入れ、ミーナをスリープ状態にしますが、翌日、機能を回復させたミーナが見たのは同じあずま屋の下で、ぐーぐー寝息を立てているタクマ。帰ると嘘をつき、一晩中ミーナのそばにいたのです。やるじゃんかお前。しかし、帰宅後、ミーナは不機嫌な様子に見えます。ミーナ曰く、シミュレートが狂うので嘘はつかないでほしいとのこと。夫に嘘をついてほしくない。ってことですかね奥さん。いじらしい一面が垣間見られて、すごく面白かったです。そして後半のお話では、ミーナが作ってくれた愛妻弁当を、職場の先輩に羨ましがられるシーンが、タクマも最初は家電ロボットが作ってくれたと言いますが、その後、先輩に正直にミーナを家族だと思っていると言い直し、先輩はその関係のあり方を肯定的に受け止めてくれます。その夜、帰宅したタクマはミーナに指輪をプレゼントします。夫婦になったのだから今度はその証を贈呈したい。甘すぎる。指輪をはめるミーナですが、システムが警告を発します。調理用ロボットなので、衛生面の基準がかなり厳しい模様。タクマは仕方なく外そうとしますが、ミーナは全力で拒否。自分をお嫁さんだと思っているのなら、物を取ることは窃盗なので許されない。ロジックを組んではいるけど、やっぱり指輪が嬉しいんだろうなと思いました。結局指輪はネックレスとして首にかけることで決着しました。そんな今週のお話でしたが、物語のラストでは謎の女性からタクマにかかった着信にミーナが出て妻だと名乗り、電話相手の女性が動揺して終わるという引き。来週は波乱の展開かな。楽しみです。今回は以上です。皆さんの感想もコメント欄にお寄せください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。